はい、どうもコミです。さて本日はこちら関西クラクラクラブホームクランからお届けしたいというふうに思います。で、本日のテーマはですね、ドラゴンの出し方です。いやいや、またそんな基本的なとこついてきますねって多分皆さん思われてると思うんですけども、いや、これね、マジバカにできないのよ。僕ですね、これを知った後と前で、もう結果ほんと全然違うっす。で、まぁ、ちょっとね、今、レジェンドをやってるんですけど、まあ、こんな感じですよね。一回失敗しても、まあ、300超え。昨日も、3回、4回失敗したか、でも、まあ、280ぐらいですね。で、そもそも、僕のですね、レジェンドって、ドラゴンで回してるんですけど、普通ね、250とかは、それぐらいですよ。それぐらいなんですけども、これ一個変えただけで、もう前回への伸び方が本当に爆発的に上がったので、これはね、ちょっと、お話ししておきたいなというふうに思って、今日動画で撮ることにいたしました。今ね、ドラゴンやっぱり流行ってるし、強いので、であればね、なるべくいい結果を出したいじゃないですか。見てほしいなと思います。今日合計4本見てもらいたい。まず1本目、これですね。失敗例というか、まあ、ちょっと、この出し方と違うパターンも見てもらって、どう変わるのかをちょっとね、話していきたいと思います。もう、ドラゴン出す面は、ここですね、ここ。ここなんですよ。なんだけど、どんな風に出すか見ていてください。まずは、バルーン、スーパー、ロケットバルーンでこの対空砲を壊していきますね。これはまあ一応サイドカットも兼ねてます。このね、外周部分に流したくなかったんで、こっちにドラゴン1体出して、ドラゴンで外周部分を削らせておきながら、ですね、アーチャークイーン、ババキンを出していきますね。で、角から、こんな感じで少し削りを入れていきます。この対空砲を狙う感じですね。あと、まあ、あばよくばこの投石も狙いたい。で、はい、これです。この幅なんですよ、この幅。わかりますかね、残った防衛がこうあるじゃん。まあ、この金庫はこのドラゴンをたけってるから、まあいいとして、残ってる防衛の部分にガツンってこう出すんですね。わかりますかね、これ。全部にドラゴン巻き込むんですよ。これ僕今、指4本使ってます。4本使ってポンポンポンってやってるんですけど、で、こうすることによって、どういう動きが起こるかっていうと、これね、全然グランドオーディのトームの枠の中入んないんですね。これやばいんじゃないのって思うじゃないですか。で、やばいんですよ、確かに。でも、やばそうに見えるんだけど、実は、これね、中に入ってるのは、スーパーガーゴイルです。いわゆる花火ですね。突撃艦スパカゴなんですけども、これ見ないで、ドラゴン見てください。はい、こんな感じ。ドラゴンたちが面で進んでるの分かりますかね、これ。面で進んでるでしょ、こういう風に。面で、進んできてるから。で、意外とこれやられてないんですよね。ほら、ほぼ数減ってないの分かりますかね。で、ばらけて出すっていうことは、まあ、どういうことかというと、より広い範囲の防衛施設の目を覚まさせちゃうっていう点は一個、まあ、デメリットとしてありますよね。でも一方で、ばらけさせることによって、火力のオーバーキルをなくすってことができるんですね。要するに、同じ防衛施設をドラゴンライダーがたげってしまって、で、後ろついていって、いるんだけども、全然防衛に攻撃を加えてないようなユニットが出てきてしまうと、それってすごい損なんですよ。今の環境はマルチインフェルノもそこそこ多いし、投石機もあるし、対空爆弾なんかもありますよね。で、こういった、防衛っていうのが、ドラゴン1体だったら、まあ、そこの1体しかダメージ受けないところ、2体3体そこに重なっちゃってると2倍3倍のダメージ量としてこちら側に与えてきちゃうわけじゃないですか。で、その形っていうのがまさに、攻めはしないけどもダメージだけ受けるっていう、すごくもったいない形になっちゃってるというところを結構気がついて、で、そこをですね、今修正かけた結果がこれですね。で、修正かけてない前の状態っていうのが、まあ、自分のリプが残ってないんで、これね、結構申し訳ない。そのなんかね、攻め方を失敗してるみたいな言い方をするのがすごく申し訳ないし、とはいっても全然普通に全開取ってるから、なんだ、問題ないっちゃないんですけど、でも、どうなるよっていう、そのね、なっている事実の部分だけ見てほしいなと思います。この攻め方もすごくうまいんですよ。きっちりと、ね、ライトニングの呪文5発使って、対空砲とエア水を落として、対空砲がないから、これ、ライドラがここ無双しますよね。で、キングクイーンでこちらをカットして、この隙間の部分からドラゴンを入れていくっていうね、そんな感じの攻め方になっていくわけなんですが、ドラゴンたちがすごい密集してますよね。はい。そうすると、この部分から見ていってもらいたいと思うんですけども、はい。こんな感じ。攻撃ほとんどしてないドラゴンがいるの分かりますかね？ほら。こんな感じで、
宝石のダメージを 2,3 体が一気にこうまとめて受けてるじゃないですか。でマルチインフィのダメージもすげえ受けてますけど、こんな感じでそんなにたくさんのユニットが攻撃できてないんですよ。で広がっていくときにも、横側が残っちゃってるわけなんで、多分こういうとことかですね、こういうとこ残っちゃってるので、みんな横に横にこう流れていきながら前にも進んでいくんですね。ってなってくると、これね、横に流れたユニットっていうのは当然遠回りをするんで、前進してるこのまっすぐ前に向かってるユニットよりもワンテンポ遅れるんですね、こういうとこみたいに。でそこをフォローするために、両サイドに、キングとクイーンで、もう反対のサイドにはこっちねライドランがこういるんですけども、やっぱりですねユニットのやられ方がこの方が早いんですね。一体一体が、受けるダメージっていうのが実は束にすることによって割と増えちゃっている、集中砲火受けちゃってるんですよね。で、それよりもむしろ面で出していった方が集中砲火受けにくい分伸びがいい。よくねサービス終了編成って言って、ネクロマンサーを面でドバッと出す攻め方があるじゃないですか。であれやってる時ってみんな結構広めにネクロ出してきますよね、ドーンって。なんでかっていうと壁の中と外側から防衛施設を挟み込むように、攻撃することによって横打ちをさせないぞっていう、パターンを作り出すわけなんですよね。わかるかな言ってること。ここにこう入っていったときに、ここに到達したら、いろんなところからこう集中砲火を受けるじゃないですか。こういうふうに。こういうふうになってほしくないから、もう面で押していく。こういうふうに面で。面で押していく。そうすると、ここに仮に入っても、ここにもここにもユニットがいるから、防衛は真正面にこう向かっていくわけですよね。体力が分散されるわけですよ、防衛の。っていうところが、その寂しゅうと言われている、ネクロマンサーとバッと出す戦術の要なんですけども、これって、ネクロマンサーとゴーレムっていう、非常に強い盾役がいたからこそ、成立していた、戦術なんですね。要するに、やられるよりも、やる方のユニットのパワーの方が、若干勝っていたから成立したっていうパターンですね。で、今回のドラゴンもそうなんです、実は。そうなんですっていうか、そうなんじゃないかなと思っていて、ドラゴンたちの体力と攻撃力のバランス、ドラゴンライダーもそうですけど、これが防衛施設よりも若干今高いと思うんですよね。今度、下方修正来るんじゃないかっていう話もありますけども、噂が結構されるぐらい、ドラゴンたちの攻撃力と体力のバランスの方が高いので、面でドバッと出すことによって、1対1じゃ負けないような、形が作れてしまうってことですね。で、1対1で負けないんであれば、むしろ密集している方が危ないんですよ。1網打尽にされちゃうんで。じゃなくって、ばらけさせて、面を広く取ることっていうのが、今のドラゴンを使う上ですごく、重要な形になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、もう一本見てほしいなと思う。これ行きましょうかね。エースさんの、これじゃなかったもん。こっちかな。エースさんのアタック。ね、これもね、結果往来じゃなかったのかな、と見てみながら行きますか。面をね、やっぱりね、狭く出してしまうと、その面のね、取り方っていうのが、どんなに良くても、結構ダメージ食らいまくっちゃいますよっていう、形ですよね。で、エアスイーパーが向いてるんで、これは多分ライトニングで壊すのかな。最後ターンホールが残っちゃって、全開までいかなかったっていうパターンなんですけど、はい、これすごくいいですよね。すべてのドラゴンライダーが、当分の中に入っていて、そのままこう攻めていっている形はいいんですけども、面で出してないから、こう、両サイドに思いっきり揃っちゃってるんですよね。で、キング・クイーンとかが、しっかり機能していればよかったんですが、遅れてこう出してきてるので、その遅れが若干ね、こっちのドラゴンたちのそれを生んでしまった要因ですね。でも、そうじゃなかったとしても、やっぱりこっちがね、だいぶ揃えてるんですよ、ここに。ライドラーが仕事がちょっと不十分だったので、そちらにこう揃えていってしまったんですけど、これね、面でしっかりこう出していけば、それぞれが前進していくから、当然横に出したユニットっていうのは、サイドの方にね、こう、まっすぐ進んでいくし、中心部分出したやつっていうのは、中心部分に向かってこうね、進行していく。この面の形ができたはず。これが、一点集中になっちゃうと、逆にできなくって、中央部分がもろにこう残っちゃうっていうね、こういう形になってきてしまうというところですね。で、序盤こそやっぱり、エターナルトームの中にしっかりドラゴンが全部入っていって、ドラゴンライダーも入っていて、かなり形としては良かったと思うんですけども、終盤にかけてこうなってきてみると、
ユニットのね、流れていった方向っていうのがこの残った防衛の、ね、残り具合が表していますよね。中心部分に入っていかなかったことになっちゃうので、やっぱりそのドラゴンってお互いにサイドカットをしながら真ん中のドラゴンが横に流れないように進めていくっていうパターンを作るのがやっぱ良くて、こういう風に箱を描いた時にこんな感じで出していけば、こっちがカット用の舞台、こっちもカット用の舞台で、こっちがメイン感じですかね。こんな感じのイメージ、こんな感じでまた次のゾーンにおいても同じように面で進んでいってくれるっていう、こういうね、面の維持をさせるんであれば、防衛も、ストレージもそうなんですけども、全部に対してしっかりと横のラインを広く取ることをね、取っていくことを、ワイドに取っていくっていうのがすごく大事なポイントになってくるのかなっていうところですね。さて、では最後もう一本だけ見ていきたいと思います。なんか今日失敗のリプレイばっかりで本当に皆さんに申し訳ないんですが、まあ、普通にねちょっとまあ弁解しておくと、 A さんも1本目普通にこう弁解取っているし、ゆうやさん今回は1個星2の99か、惜しかったんですけども、クラメン相当前回取りまくってます取りまくってるんですけども、今日はちょっとなんか僕が目立ってしまうような申し訳ない動画の撮り方になってるんですが、まあ、ちょっとね伝えたい内容が内容だったんでご了承いただければと思います。本当ごめんね、カンクラのみんな、かなり最近いい結果出してるのにこんな感じで上げちゃうのは少し不本意なんですけども、はい。で、今回のゆうやさんのアタックっていうのも、ここですね、こう入っていきながらこのラインからドラゴンたちを入れていきます、ここね。なのでしっかりと突撃艦のトームかけるタイミングでドラゴンライダーが全部トーム範囲にこう含まれるんですね。綺麗に含まれるんですけども、トームが解けた後の動きを見てほしいなと思います。ここがねちょっとねやっぱりこうじゃなかったなっていう感じになっちゃってるんですね。ここでドラゴンたちが完全密集ですね。こんだけ密集しちゃうと、さっき言ったように攻撃ほとんどしないドラゴンライダーが出てきちゃうんですよ。ドラゴンも出てきちゃいますね。ほぼほぼしないやつがいます。で、こいつらにトームを完全にかけて綺麗にいってるんですけども、マルチインフェとかこの後の爆弾とか、ほらこれ赤爆弾ボンボンって今入りましたよね。こういうのまとめてドラゴンたちが食らっちゃうんですね。ドーンドーンってこういう風にで食らってしまって、気がついたらという間にユニットが落とされちゃってるっていう感じで、さらに中心部分もそうですけど、これサイドに結構流れてますよね。こいつらが面をこう浅く取ったせいで、こう流れちゃうんですよね、こっち側に。じゃなくて、これを面を広く取ってこういう風に押していくことができれば、ある種、まあ、2体ぐらいのドラゴンがいれば外周は十分なわけじゃないですか。なんで、それ以外のユニットはみんなこう中の方にこう流れ込んできていくかっていう形ができたのかなという風に思う。これね、やっぱり序盤のところでドラゴンをどう出すかって、数が少ないユニットだから、まあ、だからこそこうトームで守ろうと思ってしっかり、狭く出すっていうのがセオリーだったんですけども、今のドラゴンとドラゴンライターの強さであればむしろ広く出した方が天下が上がるというところは、多分ね僕ここまで結構この、2つのパターンっていうのも試してきていて、圧倒的に広く出した方が強いので、ここは間違いないんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひ今までこう狭く出している方っていうのは一旦この広く出すパターンっていうのを試してみてもらえたらなと思います。最初はフレッシャーで試してみてもいいと思うし、まあレジェンドでやれるということであれば、まあ、1、2回広めに出すパターンっていうのも試してみてもらうと、レイジの呪文とかヒールの呪文とかが少しかけにくくはなるんですけども、まあ、この特にこの花火をねやったりとかと、その突撃艦にバルーンクローンかけた通称スパノバ、これをやったりする場合っていうのはもう呪文をかける部分っていうのがほとんどドラゴンパートにないので、広く出していって、もうそもそも呪文使うつもりないんだから、まあ、しっかりね中心部分に主力を送り込んでいくという考え方でやってみるのがいいのかなと思いますね。通常のドラゴンライダー攻めでも結構こんな感じで皆さんやってる人が上手い人は多いなっていう気がしますね。意外とエターナルドームの枠の中に入りきらない、はみ出しながらドラゴン出している人が結構上手いプレイヤーでも多いので、まあ、そういう形っていうのがこのドラゴンラッシュ系をやるんであれば基本というかね、ある種鉄板の形として、抑えておいてもらっていい形なのかなというふうに。
はい、というところでですね、本日はドラゴンの出し方ですねをね、お話をさせていただきました。いや、これね、意外と騙されたと思ってやってみると違いが出てくるので、本当おすすめです。試してみてもらえたらなというふうに思います。そして私のチャンネルなんですけども、クラン対戦の解説の動画中心にやっております。ターンホール12から14まで幅広くね、扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴ぜひよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。